皆さんこんにちは、オードリーです。In this week's lesson, let's look at self-introductions again. I know we've done this in lesson one, but let's learn the more advanced version of self-introduction, like how to do a really proper one to say more about yourself. Let's watch and learn. First, let's look at the useful questions to get to know someone. お名前聞いていいですか? お名前 is name.聞いて is to ask. いいですか? Is it okay? So may I have your name? お名前聞いていいですか? 出身はどこですか? Where is your hometown? 出身 is the origin of a person. So 出身はどこですか? Where is your hometown? Where are you originated from? 何されてる方ですか? What do you do for a living? So this is a very polite way to ask.どういった経緯で来られたんですか?どういった経緯? Like, for what reason? 来られたんですか? So this is a very polite way to say, came. To ask about a person's relationship status, you can use these sentences. First, 恋人はいますか?恋人はいますか?恋人 is a lover. So are you seeing someone right now? Or, 彼氏はいますか?彼氏はいますか?彼氏 is a boyfriend. Or, 彼女はいますか? Have you got a girlfriend? 彼女はいますか? Or simply, 今独身ですか?今独身ですか?独身 is single. 今 is now. So are you single now? カリザはなんか、お、よよ、来たんじゃない？来たんじゃない？はい。こんにちは。今日から住むものです。お、来た。はい、どうぞ。こんにちは。こんにちは。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃい。いらっしゃいませ。荷物って、あ、もうその辺に、はい、いいですか、これ母から、母から、母上から、はじめまして、はじめまして、はじめまして、ちょっと、もしよかったらそっち、あ、座りますか、あ、じゃあ、すみません、失礼します、すみません、わざわざ、わざわざか、あ、お土産、お土産いただいちゃって、すみません、なんか飲み、あ、ちょっと、あ、じゃあ開けましょう、ありがとうございます。あ、あんず餅やって。ありがとうございます。美味しそう。ありがとうございます。お名前聞いていいですか。田中由衣です。田中由衣さん。はい。由衣ちゃん。はい。どこですか。軽井沢です。地元なんですか。はい。もう家すぐなんです。そうなんですか。そう。いいですね。です。はい。何されてる方なんですか。大学生で、今大学4年生です。ってことは22歳。今年22になる年、はい、大学どこの大学ですか。長野大学、あの佐久の上田です。上田、はい、よかった、ありがとうございます。大学にあるんだ、あ、長野にあるんだ。じゃあ上田まで新幹線で、いや違います、品野鉄道で通ってます。品鉄ね。 Notice the questions they've asked in this situation. So when they first meet Yui, お名前聞いていいですか。Like, may I have your name? So Taka-san is very polite. Osewa is really special in the Japanese culture. So the most common meaning of sewa is caring for or looking after. But it is often used in set expressions such as Osewa ni narimasu. This is when you first meet someone. Osewa ni narimashita. This is used when you want to say goodbye to someone. Like, thank you for taking care of me.In business or long-term relations, we tend to say いつもお世話になっております。 So いつも is as always. なっております is very polite. いつもお世話になっております。 This can be used as a greeting or even email greeting. あれ?すごいね。あ、じゃあ俺今度じゃあ俺がちょっと、うん、すごいね。インターホン。緊張するね。大丈夫。さっきもね、全然してなかったんですけどね。あ、本当。あの、なんかやっぱり入ってくると
なんかいろんな雰囲気が、ね、そうです ね, ですね、はい、どうぞ入ってください。ありがとうございます。すごい、すごいな、すごいね、うん、二人も。はじめまして。はじめまして。荷物ここで大丈夫ですか？あ、大丈夫です。とりあえず男前来た。男前来ましたね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうぞ本人来てください。はい、どうぞ。お願いします。石倉ノアです。はい、石倉ノアです。ノア君、ノアです。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。よいしょ、失礼します。ニューヨークから来られたんですか？そうですね、はい、ヨーロッパなんですけど。やっぱりヨーロッパから来られた。オーストリアなんですよ俺。オーストリア、はい、うわ、音楽の都、ね、音楽の都、ね、めっちゃ音痴なんですけど。いや血は通ってる。ウィーンなんですよ俺。ウィーンね、はい、え、ハーフでしょ？俺ハーフです。爽やか、かっけーな。爽やかやな。マジかっけーじゃん。何歳ですか？21です。21、はい、今年22で。ここ同い年。大丈夫、同い年だ。お願いします。どこから？俺は東京なんですけど、うん、東京来たの1年3ヶ月前ぐらいで、うんうんうん、それまでずっと関西にいて、どこですか？と三宮ってとこなんです。兵庫の三宮。あ、そうなんですね。神戸とかですね、はいはいはい、ずっといて、へ、まあ、ちょっと芸能で東京に来たのがきっかけで、うん、芸能モデルさんとか。そうですね、今一応まあモデル駆け出しでやらせてもらってて、うん、でまあ父親がちょっと、まあ、会社経営やってて、うん、それをちょっとまあ引き継ぐっていう意味もちょっとあって、うん、まあ、ちょっと同時並行で、うん、まあ、25ぐらいで引き継いでほしいみたいなのがあって。 Noah 君 is the youngest guy in the room, so notice that Taka-san this time, like, he didn't really use polite language, maybe because he feels a bit tense around girls, but he feels more relaxed around boys.